初代オークニー博、ジョージ・ダグラス・ハミルトン初代オークニー博、ジョージ・ダグラス・ハミルトンは、イギリスの貴族、軍人、イギリスの初代陸軍元帥。1666年、ハミルトン宮殿で、セルカーク伯爵、ウィリアム・ダグラス・ハミルトンとスコットランド貴族で、ハミルトン公爵夫人、アン・ハミルトンのご男として生まれた。ハミルトン公。 ジェームズ・ハミルトンは兄で、初代バッキンガム校、ジョージ・ビリアーズは、母方のヒーババスーザンの弟にあたる。叔父のダンバートン博、ジョージ・ダグラスの下で、イングランド軍に従軍、ロイヤル・スコッツ第一連隊に入隊して1689年に、中佐、大佐に昇進して、イングランド王権オランダ総督ウィリアム三世に、従い、 ウィリアマイト戦争で1690年のボイン川の戦い、翌1691年のオーグリムの戦いに参戦した。大同盟戦争でロイヤルフュージリアーズ連隊に移動して1692年のステーンケル家の戦いに参戦、再び第一連隊に戻り1695年の第二次ナミュール包囲戦に加わり、 この戦いで重傷を負ったが順勝に昇進した。同年に親戚にあたるビリアーズ家出身のエリザベス、ビリアーズと結婚、翌1696年に、スコットランド貴族として、オークニー伯爵、カークウォール詩爵に助爵された。スペイン継承戦争では少々になり、イングランド軍の総司令官マールバラ公、ジョン・チャーチルに従い各地を転戦。 1704年のブレンハイムの戦いでは、中央で戦闘に加わり、終盤でブレンハイムのフランス軍を降伏させた、功績で中将に昇進した。1706年のラミーの戦いで右翼を率いて、奮戦。1708年のアウデナールでの戦いにも、加わったが、翌1709年のマルプラケの戦いでは、大損害を被っている。終戦まで、 スペイン領ネーデルラントで戦い抜き、終戦後は将軍となり、第一連隊隊長にも任じられた。ジョージ一世の下では、名誉を与えられ、王室出事エディンバラ城の城代、ラナークシャー東官、バージニア植民地総督となり、1736年に、イギリスの初代陸軍元帥となった。翌1737年に70歳で死去。 娘のアンが爵位を継承、イゴアンの子孫が、オークニー博位を継承していった。1695年、初代バッキンガム公の老いにあたるサー・エドワード・ビリアーズの娘エリザベスと結婚、3人の子を設けた。アン第2代オークニー博爵、インチキリン博爵ウィリアム・オブライエンと結婚、フランシス第3代スカーバラ博爵、トマス・ラムリー・サンダーソンと結婚。 ヘンリエッタ第5代航空ク伯爵ジョン・ボイルと結婚。ありがとうございます。